はいいどうもハリウッドでございます本日は「日本国名のアメンだよ」って話をさせていただきたいと思います。えっと今回なんかこう僕もちょっと思った思ったことはあったかなと思ったんですけど別にそんなの大きな問題ではないのかなと楽天モバイですよあの高すぎるみたいなあの米倉涼子さんがやってて。 なんかこうえのこんな高いだって変な縛りあるんでしょ変な縛りないですよみたいな、まあ、強い女性がなんかそう強いこう勢力にこう断固するみたいな、まあ、ドクター X の米倉涼子さんのキャラをそのまま押してでそれでこうた強い権力に向かって安いのがあるなんてあなたたち 困るわよみたいな。高すぎるよ。安いのってないの。え、楽天モバイルあるじゃん。最高じゃん。これにしましょうみたいな感じだと思うんですけど、なんかそれに対して、なんかめちゃくちゃうるせえみたいなとか、なんか途中で音が大きくなったりとかして、 なんかテレビで見るたびにうんざりしますっていうような,なんか話が上がってるらしいですね。はい、でこれ、いや僕よりした言わせりゃっすっこれ演出家と演出家とか制作会社が悪いだけで、米倉梨央子さんはもう本当に被害者ですよね、この件に関しては。なんかこれでタレントのイメージが悪くなるっていうのがあったら、CM っていうのはなんか好感度がいいタレントを使うイメージですよね、そもそも。あのファミリー系の車だったら木村拓哉さんが出たりとか、あの今田安さんとか。 もなんかこう出たりとかあと小倉優子さんだったりとかまあ好感度がいいタレントさんをこうタレントに使ってでその商品がいいですよっていうようなイメージを作るようにえっ、ー、と演出家とか C.M. 作家の人がそれを作ってそれの台本通りに演者の人が演じてでそれで C.M. を流してでそれで今回いったら楽天モバイルを契約してもらうという流れですよねで楽天モバイルさんがえっ、ー、とその C.M. の制作費とかをそら広告代理店とかにお金を流してで広告代理店を通じて広告を 作ってでそれであのスポン番組のスポンサーになってその時間帯に CM を流すっていうのがおそらく流れだったのかなとは思うんですけどでも確かになんかこう CM ってあんまりこうなんかインパクトに残らないような何でこの CM にこれ使ってんだろうってものすごい俳優さん使ってるのになんか面白い ですか,、ね、なんかインパクトに残る CM とインパクトに残らない CM とかあと面白い CM とか面白くない CM とかまあ,あるいろいろあるしなんか地方の,あの CM とかもうやばいっすからねマジで30年ぐらい前に撮った CM いまだに流してるところもあったりしてるぐらいでなんでそこケチンねんっていうのまあまあまあ、まあ、まあそれはいいんですけどやっぱなんかこういろんなことにやっぱ文句言いたいくなってるんだろうなとかなんか何ですかね じ17時とかかですか普通の夕方の17時に警報が鳴るとことか警報というかあの曲が流れて17時だ,っただからとか18時とかにあの子供とかが家に帰る時間ですよっていうのを言うことに対してうるさいっていう人もいますよね。もうあれれもも信じららなないんんですけどだからなんかもう そういうろいろ主張して、まあ、強い女性をアピールするためにはあの身振り手振りと大きい声であの主張するっていうのはものすごくこののですかねその人間の心理を使う扱うっていうところではすごくいい手法だと思いますしそれで <laughs> なんかこう逆にいっちゃったのかなとしかも米倉涼子さんってものすごく好感度が高いしまあなんかそういうい正義感でなんかこう熱くなるタイプじゃないですかそもそもイメージとしてドクター x で。そそれでそれででがドラマでは かっ,こいいって言ってたのに、まあ、急にでかい声になるから CM ではうるせえっていう, <laughs> いうふうに言われるっていうのはなんかもうよう分からんんすねほんと何が正解で何が失敗ででどんなに好感度がいいタレントさんを使っても逆にそれがやってることが悪かったら結局その人ともどもこんなことを言う人じゃなかったとかこんなことだとこんなことを言う女性みたいなえー、ちょっとショック侵害みたいなっていうふうに思いますねなんかこうだから好感度が高いっていうのは本当リスクだなっていうふうに思ってますだ 高感度が低い。例えば僕これずっと言ってますけどいろんなことで言ってたびに出すのであれ失礼ですけど元芸能人なんでね言っていいのかな、まあ、木下ゆきなさんとかが多分これをやって「マークテンの場合超安い」みたいな感じ「イエーイ!」とか「フワちゃん」ってやって「イェー,ーイ!」みたいな感じ言うてたら別にこれうるさくはないですよねだってこ若い人たちとかそんなんだからみたいなやっぱ威圧的でなんか女性が威圧的で高圧的にするのに感に触る人とかが多いんでしょうねいろいろと。 やっぱなんかこう女性、強い女小池百合子さんだったりとかがなんかこう叩かれ出してるっていうのも、まあ、選挙勝ったんであれですけどなんかやっぱ弱い立場の人があの強い立場に,にこう継承するっていうのはかっこいいなと思うんですけども小池さん権力も手に入れてるしで今回った米倉涼子さんも権力というかもう女優としてまあオスなんですかあの海外とかでも出てますよね。 アメ,あのアメリカとかでもだかそれくらい人の人でもう地位もある人がこうなんか強く言ってもなんか説得力がないみたいな感じなんでしょうねおそらくはなんか感じ方としては。 なんかこう、生きってるというか、なんかこう、かっこつけてるみたいな感じで、それが尺に触るみたいな感じなんじゃないですか、あの、ドクターエクサがフリーランスですよね、フリーランスで別にお金にも興味ないし、私は手術がしたいだけで文句言うだけよ、みたいな感じのキャラとかだったらいいんですけど、米倉涼子さん単体っていう風になったら、やっぱお金もあるし、 チームもあるし権力もあるしでその人がでかい声で主張するとちょっとやっぱどうして耳障りみたいな感じになったりするんでしょうねまあそれはなんかこう政治家がでかい声出してああだこうだ言うてるっていうのといいますあの自民党総裁選挙だったりとかそれこそ都知事選とかっていろいろあってその流れでこれだったんでまあそういう流れの中でえっ、ー、とこういうふうにうるせえうるせえっていう風ななんか論調が出てきてしまったのかなっていうのはちょっとあの感じましたねまあ流れに沿ってするっていうのはもうこれ完全に さ僕は被害者で本当もう好感度ってのはやっぱ怖えなっていうの改めて思いましたね。はいということで今回はこれを終わりたいと思います。それでは失礼しますババイバイ